はい、おはようございます。今日が4月と、あ、5月10日ですね。まあ、かなり遅れちゃったんで、いいか、腹くくって出るもん出るんだから、足りないと思ったら買っちゃって、もうそれで進めていこう。腹を据えて進めていきましょう。なので、ガンガンいきます。で、最初はこの電窓を作るんですけど、この窓をですね、これ天井の、なんだっけ、天井の見切りかな。まあ、これで代用していこうと思います。はい、ごめんなさい。イズログです。電窓っつったけど、出窓だよね。で、あとは、オープニング、あれね、なんか鼻水が止まらなくて、鼻ちんちん噛んで、それからこれカメラ回したんだけど、そしたら、下顎のとこにティッシュついてましたね。変なティッシュじゃないですね。鼻噛んだ時に飛んだティッシュですね。変なティッシュではないっすね。まあ、2回言ったんで、解説いきましょうか。なんで2回言ったからって。で、まあ、この時はですね、これが、フローリング1と僕は呼んでますね。フローリング1のとの二重窓から、このコンパネ、いやいや、失礼。石膏のところは、これ僕が今、差がないから、ちょっと怖いなっていうのあるんですけども、まあ、やってはみます。はい。まあ、自分がしぶとく生きるために必要な場所なので、それを、まあ、やっていければいいかな。まあ、この道具って、この時は何やってんだろうな。窓枠っすね。窓枠を作って、出ますね。まあ、間柱作んなくていいやと思ったんですよ。間柱は畳があるし、畳で支えられてるから、まあ、それでいいんじゃんって思って、まあ、コンパネを打つじゃない、失礼。窓の枠材としてですね、こともあるに、荒床だったっけ？荒床の、かぐったやつを使ったんですよ。金ないんで。まあ、別にあるものを使って、とりあえず寸法ガタガタでもいいから、どれほどのものができるのかなっていうのをちょっとやってみようぜっていう感じでやってます。まあ、多分そのちゃんとした枠材とかを、枠とか差し枠をやればもっともっと早かったんでしょうけど、まあまあ、初めての DIY なんで頑張ってやります。ここはまあ俺の部屋だから、まあいいかなって感じです。ゆくゆくは満室になったら誰かに貸すと思うし、毎年リフォームを重ねていけば、まあマシにはなるだろうという感じでやってます。まあ、でも荒床でやるべきじゃないですね。荒床自体がすごい反ってるんです。結構窓が最初はまるけど動かないとか、結構歪んでるんですよ。だから、まあ、廃材とかあるもので、やるとかっていうのも、まあまあまあ、問題かなとは思いますけど、楽しくていいんじゃんとは思いますけど。でも、まあ、ここ最近は天気が良くてすげえ助かってますね。で、あとは、これはですね、障子のとこにあった、障子の下になんかガラスが入ってた、昔ならではの障子かな。まあ、障子兼扉みたいな、引き戸みたいな感じのやつですね。で、これ今回終わって、
動画を編集してるから言えるんですけど、これ中からポリカじゃちょっと分厚いんですよ。だから入らないっすね。で、中からポリカだと分厚くて逆にこれ壊れかねないんで、まあ多少中からポリカよりもお金が出ちゃいますけど、クリアボードかな、あの透明なやつがあるんで、できればそれをやった方が正直無難ですね。途中で切れますね。なんでかわかんないですけど。とにかくこれはですね、1個が確かね、1820ミリで98円なんですよね。これ、ホームセンターで見つけた天井見切りですね。で、天井見切りにもちょっと処理があって、レールのところが1.2 ミリなのと6ミリぐらいなのが2種類あるんですよね。だから扉に使ったり、その中からポリカの窓として使うんだったら6ミリのやつって全然 OK です。いや、ちょっとあれ広すぎるものをチョイスしたかなっていう後悔はありますけど、まあいい授業料ですね。1個98円だから全然。これがもう終わりましたね。はい、でこれ荒床の板を使ったのがまあまずかったかなって感じですね。これが反ってるんですよ、こうやって。まあその影響もあり、まあ隙間あるんだけど、まあ隙間はね全部あの100均の分厚いあのスポンジで埋めますわ。まあここもしっかりする。まあここもあのスポンジでなんとか埋めます。はい、やっとだよね。で、これ取り外すのがすげえ苦労しますね。まあ、あとはボンドボンドボンドでやっていきます。で、次が、はい、こっちです。まあ、ここが終わればあとは壁紙貼ってここ掃除して、ボンドボンドボンドで OK で、次こっち、次、まあ、こっちの部屋いきますね。ここはね、初めて飲みを、飲みっていうんだっけ、分け自体を使ってます。で、これ掘るのはどうやって掘るんだろうなって感じだし、あのどうやってあの継ぎ手とか作るのかが未だに謎っすね。だからこれ使えるようになると、いろいろあの中途半端な端材がいっぱいあるんですよね。 10×10 10cm×10cm の角材が中途半端なのでいっぱいあるんですよ、この家。だからそれらを継ぎ手で合わせて合わせて合わせて一本の材にする。かつ、継ぎ手もうまくやって、まあ、強度も継ぎ手のものくらい出せれば、まあ、一本ものの材がなかったとしても、まあ、一本のものに近いぐらいの強度で、まあ、材として使えるんで、それを使いたいんですよね。
だから男気女気があって吠えればいいんですけど、まあ、そこまでまあまだまだいけるわけもなく、こういう細いやつには練習中ですね。しますね。やっぱすごい風の抜けがいいんですよね、この物件でも。その風の抜けがいいがゆえに、ちゃんと抜けるように、風のなんだろう、ちょっと石膏ボードとか切るとね、ふわーっと飛んでくんで、家中が石膏ボードまみれになるんで、それやめたいんですよね。だから風が良くて、風の通りが良くて、窓を開けて作業したいんだけれども、まあ、できないって感じですね。特に横奥にまみれたりするんで、これは溝掘ってますね、窓のあれだ、中から無理が起きて溝掘ってます。これちゃんと伸びが使えれば窓とか完全に切れると思って、だからもうちょいこっちの方とか見て、ちゃんと溝の掘り方って、これが一番習いたいっていうか、できるようになりたいことですね。窓枠は室内というか、動かないでやった方がいいですね。歪んでるんで、廃材で窓枠は室内の方がいいっす。では、バイバイ。